こんにちは、証券ママです。今日はとっても簡単なホットケーキミックスで作るアメリカンドッグを作っていきたいと思います。それでは材料です。まずですね、ホットケーキミックスですね、これを 100g、 それから牛乳を 80cc、 それからマヨネーズですね、これを大さじ2、それから肝心のソーセージですね、これを今日は6本用意します。それからそれを刺す爪楊枝ですね、これが必要になります。それでは作っていきます。はい、まずですね、このソーセージを半分に切りますね。すべて半分に切りました。そしたらこれに爪楊枝を刺していきます。このですね、切った方を下にして爪楊枝をどんどん刺していきます。はい、爪楊枝を全部このように刺しました。はい、そしたらばアメリカンドッグの衣を作っていきます。まずこういったボウルにホットケーキミックスを 100g ですね、100g ホットケーキミックスをボウルに入れます。そしたら牛乳ですね、これに牛乳を 80cc 入れます。それからマヨネーズですね、これを大さじ2入れます。大さじ、だいたいこんくらいですかね。はい、大さじ2入れました。はい、それではこれを混ぜていきます。はい、こんな感じに混ざったらいいと思います。では揚げていきます。油をですね、だいたい170度くらいで揚げていきたいと思います。ちょっとまだ低いようですね。箸を入れて、もういいと思います。こうやって泡が立ってきたら大丈夫だと思います。それではアメリカンドッグを揚げていきます。先ほど作ったこれですね、串に刺したソーセージをこれにこのようにくるっとつけて、このままボトッと入れていきます。くるっとつけてボトッと落とします。こうやってくるっとつけて、この上の方はこういうふうにやって自然にボトッと落とします。だいぶ色がついてきました。ちょっとこれ後ろの方汚くなっちゃったのもあるんですが、だいたいもうこのぐらいになったら大丈夫だと思います。
はい、もうこのぐらいで大丈夫だと思います。揚げます。はい、揚げました。じゃあ2回目を揚げていきます。このようにたっぷりつけて爪楊枝をくるっと回して入れていきます。ちょっとこういうふうに回しても元に戻ってしまうのがあるんですよ。そういうのは少しこうやって菜箸で押さえたりしながら均等の色をつけながら揚げてください。はい、もうこんな感じで大丈夫だと思います。じゃあ揚げていきます。ちょっと衣がついてないところもありますが、まあご愛嬌ということで。はい、こんな風に揚がりました。それでですね、少し衣が余るので、その衣はちょっとスプーンかなんかで落としてドーナツにしちゃってください。ちょっと余るんですよ。ちょっと残ったのはこうやって揚げちゃいます。もったいないのでね。はい、ミニアメリカンドッグが揚がりました。美味しそうですね。すごく簡単なのでお子様のおやつとかにいいと思います。今ですね、学校がお休みになってしまってお母さんたちも大変かと思うので、このようなホットケーキミックスで簡単に作れるおやつはいかがでしょうか。はい、こんな風にできました。お好みでこういったケチャップを添えてどうぞ。温かいうちに食べてください。とっても美味しいですよ。はい、ミニアメリカンドッグの出来上がりです。牛乳とホットケーキミックスとマヨネーズの3つでできるので、とても簡単なので、ぜひ作ってみてください。お子様にも喜ばれると思います。もちろんお父さんにも喜んでもらえると思います。皆さん、いつもありがとうございます。また遊びに来てくださいね。バイバーイ。証券ママでした。